ハンガリー語ではラドオツ、ポーランド語ではラドブツェ、ウクライナ語ではラジウツイ、イリッシュ語ではラデビツと呼ばれる。モルダビア北東部のスチャバ川とスチェビサ川に挟まれたブコビナ地域に位置する。県とスチャバからは北に 37km、標高は 375m。モルダビアで最も古い入植地で15世紀からすでに知られていた。 1392年の文献に、ラドミールの村と記されているのが、町の書出とされる。この、ラドミールとは、当時この地を支配していた、封建領主の名で、現在の地名もこれが由来とするという説もある。他には、現在のシレトに駐留していたローマ兵を指す、ラテン語のロチシナムが、スラブ風に生まったという説もある。1413年に、 アレクサンドル全領港が交付した文章に初めて、ラダウチとして登場する。14世紀中央にはすでに栄え、モルダビア公ボグダン一世の在位中に、立派な東方聖教会の教会が築かれ、後に教区も置かれた。聖ニコラス教会の近くでは、ボグダン期以前の居住跡が発見されており、モルダビアに国家が建設される以前から、 一体の中心地であったことを匂わせる。日本史の開催が認められると、カルパチア山脈と、高原地域との交通の要衝として、着実に発展していった。1481年の文献に、モルドバ公シュテファン3世が、死の争いごとを仲裁したという記述がある。ハプスブルク君主国機には、ブコビナの主要都市として、ドイツから移民を受け入れた。 市内のシナゴーグラダウチのユダヤ人は、主に強烈な迫害と反ユダヤ主義を逃れ中世に、ガリツヤなどのハプスブルク地域から移り住んできた人々である。コミュニティには、自治が許され、19世紀に文化的な活況を迎えた。しかし、ホロコーストで、その大多数が抹殺された。 4ギグルトゥ内閣が制定した反ユダヤ法に基づき、1938年、頃からオクタビアンゴーガ政権が迫害を始め、国民軍事国家が成立した1940年後半には、生産を極めた。ラダウチで暮らしていた1万人以上のユダヤ人は1941年10月までに、現在のソイドニエストル共和国の共生収容所に、送られた。ありがとうございます。